どうも、トラジローです。家の整理をしてたらですね、ダブったアイコンとかが結構出てきたんで、今回これを塗装していきたいと思います。で、こちらがゴーストアイコン。仮面ライダーゴーストが変身に使用するアイテムですね。ガシャポンとか、食玩がいろいろ混じってます。で、ボタンを押すとこう絵柄が変化します。で、過去にも、ちょっと色を変えて、オリジナルのアイコンを作ったんですけども、今回もこんな感じで、ちょっと作っていきたいと思います。まずは、アイコンをバラバラに分解していきます。今回はロビンフッドゴーストアイコンを使います。で、この裏面のネジをですね、4箇所。取り外せば分解できます。ネジを4箇所外して、前側のクリアパーツを取り外すと、簡単に分解できます。パーツはこんな感じですね。で、今度はシールを剥がしていきます。で、大まかにこう剥がした後、こうベタベタが残るので、これは、溶剤を使って、拭いて剥がしていきます。はい、こんな感じで綺麗にシールが剥がせました。中の絵柄が変わるパーツと、二次元コードも剥がしてます。続いて、下地塗装をしていきます。今回は黒のサーフェーサーを使います。で、全体にこう拭いていきますね。はい、こんな感じで真っ黒に仕上がりました。で、中の絵柄が変わるパーツ、目の周りのパーツ、横のボタンのパーツですね。全部真っ黒に塗装してます。続いてシルバーを塗装していきます。今回ラフシルバーを使います。これも全体的に塗っていって、まあ、こんな感じで仕上がりました。で、続いて、塗り分けをするので、マスキングをしていきます。はい、こんな感じで、ちょっと斜めに塗り分けていきます。で、マスキングしたパーツを、クリアレッドで塗装してます。で、横のボタンのパーツも塗ってますね。はい。で、マスキングを剥がしていきます。はい。こんな感じで塗り分けできてますね。で、さらに、この赤い部分をマスキングしていきます。はい。こんな感じでできました。で、さらに、このマスキングしてない方を、クリアブルーで塗装しました。はい、こちらも、この部分も塗ってますね。では、マスキングを剥がしていきます。はい、こんな感じで赤と青塗り分けができました。続きまして、アイコンの底にある、アイコンの種類を認識するピンですね。これを、改造します。で、今回は平成ライダーと同じものにします。ピンには2ミリのプラ棒を使用します。はい、こんな感じで。まあ、全部差し替えでしたね。で、一応こちらも黒く塗装してます。で、こちら、前の方のクリアパーツですね。こちらはコンパウンドを使ってちょっと磨いてみます。ちょっと光沢が増したらいいなと思って、ちょっと磨いてみます。はい、こんな感じで。ちょっと、輝きが変わったような。で、仕上げにシールを貼ります。パソコンで作ったシールですね。中の絵柄の部分とアイコンの上の部分に貼っていきます。はい、こんな感じで貼り終わりました。絵柄も、4種類作りましたね。
パーツが全て揃ったので組み立てていきます。はい、こんな感じで組み上がりましたので、あとは裏面のネジを4箇所留めれば出来上がりです。はい、完成しました。では完成したアイコンを見ていきます。まあ、そのままですが、仮面ライダービルドをモチーフにしたビルドゴーストアイコンです。で、色はまあビルドっぽく赤と青で斜めにちょっと塗り分けてます。目の周りは黒で塗ってますね。ビルドの体が赤なので、そんな雰囲気の。で、目の部分は、まあ、これもビルドと同じように半分で赤と青で作りました。でナンバーは平成19作目なので R19 ですね。で、まあ、ビルドの顔で、必殺技はビルドの部分にしてますね。で、必殺技はビルドのロゴにしてます。で、まあ、ちょっとピンは平成ライダーと同じなんですが、一応ゴーストドライバーにセットしてみます。はい、まあ、こんな感じですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。ドラジローでした。